本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。本日3本目。少し前の話になりますが、今回は、堀口くんが、白山昆布茶様に対して、ブチギレていた件を紹介します。そして後半では、生間雄生弁護士が書いた、ヤバすぎる文章を紹介します。前回紹介した、自由放送団に寄稿した記事よりも、今回の方がはるかにヤバいです。お楽しみに。それではまず、白山昆布茶様と、堀口くんの戦いの件を紹介していきます。以前、白山昆布茶様が、自分のポケモンに、ホビッチョというあだ名をつけていました。それに対して堀口くんがブチギレて、開示請求を行っていたようです。それにしても、こんなんでいちいち開示請求して、一体どうするつもりなのでしょうか。確かにホビッチョという言葉自体は、身長を揶揄する意図が含まれているとも解釈できますので、特定の個人に対して連呼していると、アウトを取られる可能性があります。しかし、自分のポケモンに対して、ホビッチョという名前をつけている人を、本気で訴えるつもりなのでしょうか。笑い、堀口くん、ぜひ本当に訴えてみてくださいよ。裁判でどんな主張をするのか、ちょっと興味があります。もし裁判になったら、こういう理由で、自分はホビッチョと呼ばれているのです、と証明しなければなりません。頑張ってくださいね、堀口くん。応援しています。昆布茶様に対して、ネット上では次のような意見もありました。時事系 YouTuber を名乗るなら時系列くらい把握したらどうですか。堀口さんが〇〇っちょは人身攻撃である、とこう打った後にポケモンにその名前をつけていますよね。人が嫌がる呼び名をわざわざつけておいて、被害妄想だとするのは無理があるのでは。これに対して、時事系 YouTuber の水様は、次のように回答しています。白山氏が人格攻撃の目的で、相手キャラにその名前をつけたのであれば、白山氏が悪いと思います。でももともとその5文字は社会通念上人格攻撃を含む言葉だとは思ってませんし、白山氏もそう思ってないと思われます。なぜなら白山氏はキャラの命名にあたり、その理由を明らかにしてますよ。であれば、誰がその5文字を使おうが、時系列がどっちであろうがそんなこと関係ありません。個人の自由です。故に重ねて言いますが、被害妄想です。そして、これに対してお気持ち表明をしたのが、男堀口です。はい、どう見ても白山昆布茶は嫌がらせ、当てこすり置きとしてポケモンにホビッチョと命名しています。白山昆布茶は、私に関する大量の動画や投稿記事を YouTube や X で公開している人物です。私がホビッチョと呼ばれ、法的措置を講じているのを当然に知る立場です。全く事情を知らない人が、ポケモンにホビッチョと命名したなら格別。白山昆布茶は私を詮索しており、当然に事情を知り得ました。また、白山昆布茶の意図に関係なく、ホビッチョは私の身体的特徴を抽象ないし上昇する意図で考案された造語です。まあ、堀口くんの言わんとすることも、わからなくもないです。ホビッチョという呼び方で、自分のことを呼んでいないにせよ、ホビッチョという言葉を使うだけで、ムカつく、という気持ちもわからなくもありません。要は堀口くんとしては、申請5文字を使っただけで、違法だという考えなわけでしょ。気持ちとしては理解できるんですが、白山昆布茶様を開示したのは、明らかに失当です。例えばもし仮に、白山昆布茶様が、明らかに堀口くんのことを指して、ホビッチョと連呼していた場合なら、開示して訴えるのは良いと思います。しかしポケモンの名前にホビッチョとつけていただけで、わざわざ開示して訴えると言って、周りから支持されると思いますか？いや、別に堀口くんがどうしても許せないというなら、勝手に訴えれば良い話です。しかし修理の人は、こんなしょうもないことでいちいち開示してくるんだ。器小さ、と思うでしょ。白山昆布茶様に対して、わざわざ開示請求をかけていること自体が、堀口くん自身の名誉を貶めているというか、本当に名誉を回復する気があるのでしょうか。なんだろう、セルフ名誉毀損を延々と続けるの、やめてもらっていいですか。誹謗中傷というのは難しいもので、たとえ法的にアウトな投稿だったとしても、訴訟もない投稿に対して、いちいちブチギレて開示していたら、逆にその人の評判が落ちる場合もある、ということをそろそろ理解するべきです。いやーでも、この話は堀口くんには、ちょっと難しかったかな。いやー難しいですよね。わからないよね。そっかー、わからないかー。じゃあしょうがないですね。日頃から私を執拗に詮索し、私に関する大量の動画や投稿記事を公開している人物が、しらじらしくとぼけたところで、知らなかった被害妄想だは通用しません。事実、裁判所は白山昆布茶の日頃の発言も勘案して、発信者情報開示命令申し立て事件の決定を発令しました。昆布茶様は、とぼけていますけど、堀口くんを知っているのは明らかなのですから、ポケモンにホビッチョと命名する時点で、若干の悪意があることは事実でしょう。そういう名前をつけること自体は、美しいことだとは思いません。しかしですね、そこで堀口くんがブチギレたら、そこで負けなんですよ。これで裁判して勝てるかというと、正直微妙なところだと思いますよ。多分勝率5割も、いかないんじゃないでしょうか。こんなしょうもないことに対して、いちいちブチギレて、X で長文でお気持ち表明をしていること自体が、堀口くんの評判を貶めている、と私は言っているのです。いい加減気づいてください。あ、無理か。堀口くんはいつでも、陳のお気持ち最優先、陳か、陳以外か、という世界で生きてきましたから、周りがどう思うか考えるのは、苦手なんでしたっけ。なので、白山昆布茶様に対する、正しい対応としては、
無視するのも一つの正解です。というか、あんなしょうもない投稿、無視した方がいいと思うんですけど、反応するのは、あれ以上のことをやってきてからで十分ではないでしょうか。あるいは、開示請求するのではなく、他人をバカにするあだ名を、ポケモンにつけるのはやめていただけないでしょうか。本当に嫌な思いをしています。と、自分が嫌な思いをしていることを、昆布茶様に伝えるのも良いですね。まあ、初手で対応を完全にミスったので、もう手遅れですけど、堀口くんの対応は、本当に失当です。論外です。白山昆布茶の発信者情報開示命令申し立て事件では理由が書かれなかったので、別の事件におけるホビッチョ故障に関わる裁判所の判断を掲載します。ホビッチョとはホラッチョ、ホビッチョ族を掛け合わせた造語であり、この故障は揶揄中傷と判断されました。私を知らない人がポケモンにホビッチョと命名したなら、同定可能性を争えるでしょう。でも、日頃から私に関する大量の動画や投稿記事を公開している人の発言なら、あえてポケモンをホビッチョと命名したのは明白、そうやって誹謗中傷する自由はありません。私を知らない人がポケモンにホビッチョと命名したなら、同定可能性を争えるでしょう。でも、日頃から私に関する大量の動画や投稿記事を公開している人の発言なら、あえてポケモンをホビッチョと命名したのは明白、そうやって誹謗中傷する自由はありません。堀口くんが添付している書面には、ホビッチョという造語が、名誉感情を侵害することが明らかであると言える、と書かれています。しかしこれは、裁判所の判決ではありません。あくまで開示の決定の、理由の趣旨に書かれている記述です。裁判所の書面に書かれている、というと、法的な効力があるように思えるかもしれませんが、開示の書面に書かれてある記述なので、何の法的効力もありません。ここに、名誉感情を侵害することが明らか、と書かれているからといって、本訴訟に移った時に、名誉感情侵害が認められるかどうかには、一切関係がない記述です。あくまで開示を通す時に、便宜上書いてある記述に過ぎません。堀口くんはそれを持ち出してきて、ほら、裁判所の書面にこう書いてあるぞ、と息り散らかしているわけですね。だいたい、X の CP 開示なんてガバガバで、ほぼ全部素通ししていることがもうバレてるんですから、昆布茶様の CP 開示を通して生きていてもまたアンダーをやってんのかとしか思いません。というか堀口くん、昆布茶様にここまで言ってもし訴えなかったらまた後で散々擦られてしまうと思うのですが、大丈夫なのでしょうか。ちゃんと先のこと考えてますか。大丈夫そう。別の事件における裁判所の判断を置いておきますね。チビのような典型的な別称とホビッチョは異なる位置づけです。またチビは特定の人物を指さない一方で、大勢がホビッチョと呼ばれているわけじゃありませんよね。だから同列に論じるのは的外れ、あまりにも白々しい。ぜひ裁判所でも同じ主張を展開して一蹴されてください。それに誹謗中傷に使われたポケモンや任天堂にも失礼です。どんなに私が丁寧に説明してもあなたは意地でも納得しないし、ただ難癖をつけて逃げ回るだけですよね。わかっていますよ。ロンドンに優雅がしているとかいうわけのわからない設定を持ち出してきて、裁判所の忖度から逃げ回っているのはお前じゃい。堀口くんのことを知っていて、故障のことも知っていたら、ポケモンにホビッチョと呼び名をつけてはいけない理由が何かあるのかな。キスそれ、ただ単に、その名前で呼ぶのを君が気に入らないっていう身勝手な理由だけじゃないの。ホビッチョは価値中立な故障ではありません。身体的特徴を揶揄誹謗ないし嘲笑する意図で考案された別称です。だから、そのような別称を使用してはいけないのが明白。また、別称で当てこすりされた人が反発したり、権利侵害を指摘したりするのも当然です。そう主張するのなら、それこそ裁判所で判決を取るしかないと思います。大体、その程度で発狂するほど受任限度が低いのなら、他人に対して侮辱的な発言をするのは控えましょう。自分が多少言われても大丈夫なタイプの人が多少攻撃的なことを言うのは別に良いのですが、堀口くんのようにやたら攻撃的な言動をするくせに、自分がちょっと批判されただけでいやーと感度3000倍ですっ転ぶのはあまりにも見苦しいです。堀口くんの一連の主張に対して昆布茶様は、ぜひ裁判所でも同じ証言をしてくれると楽しみにしていますね、と投稿されています。これに対する堀口くんの反応がこちら。証言というより主張ですね。またホビッチョ故障の他にも多くの動画や投稿記事による権利侵害を確認しています。こちらの責任も追及します。ぜひ白々しい言い訳を裁判所でもおっしゃってください。それにしても言い訳が白々しいから白山なんですかね。出たわね。いや素晴らしいです。堀口くんの渾身のギャグセンスが炸裂しています。なんやねん、しらじらしいからしらやまって、それでうまいこと言ったつもりか。ありえへんやろ秀俊。王のあまりのセンスに震える。私の部屋の体感気温が一気に10度ぐらい下がった気がします。たまーに出てくる堀口秀俊特有の渾身のギャグ、ほんと好き。これにて本人認証が完了しました。現時点で堀口秀俊の X アカウントを動かしているのは王本人です。さあ新民たちよ、ひざまずけ、オラオラ王のお通りだぞ。当該番組は CS 放送キッズステーションで放映されています。しかし CS 放送のユーザー数は必ずしも多くないし、多くのチャンネルが存在することを考えれば当該番組を知っている人は限られるでしょう。少なくとも宝物親なら見たことがあるとは言えません。私が身長を気にしていることになっているものの、そうではなくホビッチョ故障について権利侵害を主張しているに過ぎません。あまり普段から自分の身長について考えたことがなく、大勢が身長を揶揄誹謗ないし嘲笑
称する呼称を使っている光景に困惑しています。あー、察し。このあたりのことは、あんまり踏み込んで言うと、リーガルアウトになってしまう可能性があるので、気をつけてください。堀口くんの場合、外見とかよりも、もっと先に気にするべきところがあります。それにしても堀口くんは、本当に嘘をつくのが苦手ですね。何が真実なのかが、言葉の節々から溢れてきています。正直者なのは、大変良いことです。宝物親なら見たことがあるとは言えません。それは君の勝手な思い込みで決めつけでしょ。僕はその可能性があるよねと言ってるだけ。様々な可能性を考えないと、様々な可能性があるとおっしゃるなら、当然に私が指摘する可能性も否定しませんよね。また、屁理屈としか思えないごくわずかな可能性ではなく、最も合理的に考えられる可能性を前提に議論するべきです。というか、あの精神性の親に育てられる子供がかわいそう。あっと、これはいけません。この表現は童貞がある程度認められると、名誉感情侵害でアウトを取られてしまうかもしれませんよ。もし白山昆布茶様を提訴した場合、反訴されて反撃されるリスクを背負うことになります。自ら敵に塩を送っていくスタイル、そこに痺れる、憧れる、堀口くんって、やたら批判に過剰反応するのに、肝心の自分自身は、どこまでアウトかセーフなのか、法的なラインが全くわかっていないようです。堀口くんの発言がもし仮にセーフだとしても、こういうリスクのある発言をするべきではない、ということです。あと法的な問題云々を抜きにしても、こういう発言をしていると、周りからの評価が落ちてしまいます。まあ堀口くんの場合は、もうこれ以上評価が落ちようがないので、あまり関係ないかもしれませんが、カルピス軍団と堂々と関わっているような、ガバガバな危機感の人間に対して言っても、無駄でしょう。ということはマジで何も知らない人がホビッチョってつけてても開示かけて示談要求したってこと。言ってることやばいよ。マジで、全く事情を知らない人は別だと述べていますよね。ちゃんと通読して理解してからおっしゃってください。もうさストレートに AP 開示すればいいじゃん。コプからほとんど取り下げてばっかじゃん。アクセスプロバイダ通信会社を相手方とする多数の発信者情報開示命令申し立て事件で、こちらの申し立てが任用されています。コンテンツプロバイダを相手方とする事件を、取り下げてばかりとおっしゃる意味がわかりません。堀口くん、AP 開示が通ったんだったら、さっさと訴訟しないと、ダメですよ。開示だけして訴えないというのは、最も合理的に考えるなら、貴殿が注目されるようになったここ1年より前に、すでに放映されてた子供番組のことを指す人が多いのは明らか。2023年と2024年に当該番組が放送された回数と視聴率を教えてください。あと、私がホビッチョと呼ばれる以前の時期における、当該番組に関する北アゲン X の投稿記事の件数も合わせて教えてください。まさか当該番組が放送されていない時期に泣く泣く泣く、ホビッチョが話題になっていませんよね。堀口くんは何としてもホビッチョという言葉を使うこと自体を許さない方針のようです。この程度の軽微な侮辱ならインフルエンサーなら誰だってされていますよ。モロチン、我慢しろと言っているわけではありませんよ。むしろ訴えた方が良いと私は考えています。ガンガン訴えた方が誹謗中傷に対する世の中の認識が変わっていくかもしれませんからね。というわけで堀口くん、全員訴えましょうよ。早く1000人以上に裁判を起こしましょうよ。頑張れ秀俊、負けるな秀俊。さて、それでは次行きましょう。青年法律家、ナンバー624から、生間雄生弁護士が書いた、渾身の文章を紹介します。早速引用していきましょう。ボロン。人間失格、生間雄生。素晴らしいタイトルです。タイトルだけでもう、プラスいくいく点。もうね、このタイトルだけでも、この後にきっと、すんごい文章が書き連ねてあるんだろうな、と嫌でも期待が高まります。何やこれ一体、頭おかしなるで。恥の多い少年時代を、送ってきました。歌わせれば音痴、走らせれば運動音痴、身長も低い、団体行動ができない、空気が読めない、忘れ物が多い。締め切りが守れない、締め切りを破ったことを、記事の中で恥ずかしげもなく堂々と書く、この密を、書き忘れていますよ、やり直し。雄生、何もそこまで自分を卑下する必要はありませんよ。人間なのですから誰しも、得意な分野と、苦手な分野があります。たとえ、99% の分野が苦手だったとしても、自分が得意な 1% の分野で成功して、飯が食えれば、それで良いのです。完璧な人間なんていないのですから、まずは完璧ではない自分を受け入れましょう。でないと誰かさんのように、コンプレックスが大爆発して、とんでもないクリーチャーが爆誕してしまいます。どことなく、誰かさんと似ているような気が、誰かさんと、ものすごく話が合いそうな感じがします。人間は不平等に生まれてきて、どうやら自分は普通の子たちよりも、いろいろと劣っているらしいと気づいたのは、小学生低学年の頃だったように思います。そんな中で、私を肯定してくれるのは、テストの点数だけでした。点数、偏差値、順位、これらのわかりやすい指導は、大いに私の劣等感を払拭してくれました。様々な場面で感じた、鬱屈した思いを巻きにくべて、いびつなエンジンを無理やり回しながら、勉強に勤しみ、成績の数値を見ては、アイデンティティを回復させていました。おい、これ大丈夫なんですか？なんか雄生の、知ってはいけない真実が、書かれているような気がするんですけど、この文章を、自分からボロン、する勇気よ、勇気100倍、勇猛果敢な、生間雄生ですこと。まあ、コンプレックスが原動力とはいえ、勉強を頑張ること自体は、良いことではない
ないでしょうか。ただこういうタイプは、少しでも間違った方向に行くと、取り返しがつかなくなってしまうので、おかしな方向に行きそうになっていた時は、急いで軌道修正する必要があります。なお、間に合わん模様。ただ、やはり勉強というのは、人生を豊かにするための手段の一つであって、目的ではありません。もちろん、そんな生き方はいつまでも続くわけがなく、大学入学後しばらくしてから、プツンと糸を切られたマリオネットのごとく、無気力状態へと陥ることになりました。一つは東大合格という目標を達成したことで、次なる目標を見失い、燃え尽きてしまったこと。もう一つは、大学に入学してから、自分よりもはるかに勉強のできる人間が多く存在することを、まざまざと見せつけられたことが原因でした。生間雄星弁護士は、東大にストレート合格しています。勉強に関してはかなり優秀なのは間違いありませんが、その雄星ですら、コンプレックスが爆発してしまうほどに、出来の良い人たちが多かったようです。そや東大は、日本中から勉強のできる人たちが集まっていますから、当たり前のことです。そこで刺激を受けて、自分も頑張ろう、とプラスの原動力に変えることができないあたりが、生間雄星です。もし私だったら、こんな優秀な人間がたくさんいる大学に入った自分は、相当優秀なんだ、と喜びしますけどね。雄星はおそらく、自分に自信がないのでしょう。だから勉強ができる自分の姿が、彼の全てだったのです。自分の全てだった、勉強ができる理想の自分の姿を、東大に入学して、粉々に打ち砕かれてしまったため、心が壊れてしまったのでしょう。しかし、周りのことなんて、関係ないと思いますけどね。京大もC1位を2回、東大ストレート合格という時点ですごいのですから、素直に自分を誇ればよいのです。そこで、自分は偉い、と自己肯定できないあたり、本当に自分に自信がないのでしょう。雄星、お前もっと自分に自信を持てよ。どこかの誰かと違って、お前は優秀なんだからさ。なのに、どうしてこんなことになってしまったんだ。私は悲しいよ。雄星、実はさらにもう一つ、クラス内の三角関係が織りなす、秘伝物語も原因でしたが、本論には関係ないため、省略させていただきます。ああ、女性関係でもなんかあったんですかね。ここでは詳しく書いていないので、よくわかりませんけれども、しかし数年経てば、それも過去の話になります。だいたい30歳くらいで結婚するとして、その時にはもう、20歳ぐらいの色恋沙汰なんて、遠い昔の思い出でしかありません。辛い思い出は、だいたい時間が解決してくれます。どしたん雄星、話っこか、なおタイムチャージ料金、30分5000円を要求します。女なんて、30億人ぐらいいるんですから、次行きましょう次、切り替えていきましょう。人生なんて、思い通りにいかないことばかりです。人生とはそんなものです。必ずしも、100点の人生である必要はありません。60点ぐらいで十分です。0点のゴミみたいな人間ですら、基本的に死ぬことはない社会ですからね。働いて自活してるだけで、十分偉いのです。なんとなく、周りに流されて予備校には入っていたものの、入学時から勉強を進めている同級生がいる中で、自分が試験勉強をする意味が見出せず、特に放送になってやりたいこともなかったので、分厚いテキストは、4畳半の部屋を圧迫する、邪魔なオブジェと出していました。雄星はちょいちょい、文豪っぽい表現を入れてきます。さすがは自由放送団が生んだ文豪、生間雄星弁護士です。ああ、要するに、雄星は東大に入ること自体が目標になっていて、いざ東大に合格したら、次の目標がなくなってしまい、燃え尽き症候群になってしまった、ということですね。なので、勉強に全然身が入らなかったと、正義を貫くために弁護士になる、それではいけないのでしょうか。弁護士はストレスがめちゃくちゃ溜まりそうですけど、かなりやりがいのある仕事ではないかと感じています。様々なトラブルを抱えて、どうにもならなくなった人たちから相談を受け、事態の解決のために動く資格職、これほどやりがいのある仕事もそうそうありません。少なくとも今の雄星は、弁護士として生きがいを感じている。と思いたいですね。雄星、仕事、好きですか？仕事頑張ってますか？私は今の仕事が、大好きです。小学生低学年の頃、雄星少年は、子供ながらに自分の短所を自覚していたと、そんな中でテストの点数、偏差値、順位だけが彼の劣等感を払拭してくれたと、しかし東大で本物の秀才たちを目の当たりにして、東大合格という夢を叶えた後は、モチベーションを失ってしまったのです。まあそれは別にいいんですけど、なんでこんな優秀な人間が、堀口くん担当なんですかね？一体何をやったら、そうなるんですか？教えて、雄星先生、周りの優秀な人間を見てへこむのは、理解できます。しかしそんなもん関係ないだろ、と私は言いたい。そういうのは、比較の世界です。何事も他人と比較し始めると、本当にキリがありません。例えば、あいつは貯金が〇〇円ある、俺の2倍ある、あいつは年収が〇〇円だ、俺の10倍ある、あいつは可愛い安永がいる、俺にはいないのに、とか、こんな感じで他人と比較してても、仕方なくないですか。大体、この世界に存在する 99.99% の人間と、今後一生関わる機会はないのですから、他人のことなんて自分の人生に何の関係もありません。そんなことで一喜一憂しているよりも、どうすれば安定した人生を送ることができるのか、どうすれば毎日楽しく生活できるかを考えた方が、はるかに建設的です。ただ、比較するのが必ずしも悪い、
というわけではありません。例えば日本は国ガチャでかなりの大当たりです。海外にはお金がなくて、8歳ぐらいの子供が児童労働していて、ゴミ捨て場で1日中ゴミを拾って働いたりもしています。当然靴なんてありませんから、尖ったゴミを裸足で踏み抜いて、感染症になって死ぬ子供もいます。ゴミの山が崩れてきて、下敷きになって死ぬ子供もいます。そういう話を聞くと、日本に生まれただけでも、相当幸せなことなのかもしれない、と私は思います。郵政も、日本の平均的な家庭と比べると、結構恵まれた家庭環境で生まれ育ったはずです。東大生の親の、6割以上が、年収950万円以上、という統計があります。郵政がどういう環境で育ったのかはわかりませんが、少なくとも、子供の頃から勉強に打ち込むことができて、大学にまで行かせてもらえるだけで、良い環境で育ったことは間違いないでしょう。ひどい家庭で育った人からしたら、郵政が羨ましいかもしれません。しかし郵政本人は、自分が恵まれた環境にいることなど、全く知る由もないのです。自分が今、どれだけ恵まれた環境にいるかも知らず、足りないと、不満だけを漏らしているのです。もろちん、これは郵政だけでなく、ほとんどの人間がそうです。日本が国ガチャ SSR で、いかに恵まれた環境なのかを、日々意識して生活している日本人なんて、ほとんどいません。他人から見ると、ものすごく幸せそうに見えるかもしれませんが、実際はそうでもなかったりするのです。平和で幸せな国に生まれて、豊かな家庭に生まれても、本人は幸せを実感することもなく、一生を終えていく。それはとても不幸なことです。そしてある意味では、とても幸福なことです。東大に入った頃の郵政は、視野が狭くなっていたのでしょう。勉強がトップレベルにできる人間でも、謎の脅迫観念に取り憑かれて、周りが見えなくなり、自分で自分を追い込んでいたのです。私もあなたも、猿からたまたま進化した、動物の一種でしかありません。脳にストレスがかかり、余裕がなくなってくると、冷静な判断ができなくなってしまうのです。人生が辛い、生きるのが辛い、と感じた時は、一度深呼吸をして冷静になりましょう。目の前のことだけで頭がいっぱいになっていないか、視野が狭くなっていないか、よく考えてみましょう。一体何を長々と語っとんねん、私は。そんな私の人生の転機となったのが、電通過労死事件を担当した川人博先生の主催する川人ゼミです。川人ゼミは現場主義というモットーのもと、様々な人権問題、社会問題の当事者の方や取り組んでいる方からお話を伺ったり、フィールドワークを実施するというゼミです。あくまで一般論を申し上げますが、今までの生き方を根本から否定され、強いストレス状態にある状況下で自分をよしよししてくれる人がいると、割と即落ちしがちです。これはちょっと良くない予感がしますよ。レイヤーのセンサーがビンビンに反応しています。例えば重い悩みを抱えている時に宗教の勧誘を受けると即落ちしてしまうケースもあるようです。ある意味でそれはそれで幸せなのかもしれませんが、さてゼミに参加した生間雄生弁護士は今後どうなってしまうのでしょうか。今いいところなんですが、そろそろ良い時間なので一旦終わります。続きはまた今度読みます。最後に自前の広告が流れます。皆様は Amazon Audible というサービスを知っていますか。プロのナレーターが朗読した本をアプリで聞くことができる新しい携帯のサブスクです。本を読む必要がなくて音だけで読書できるので、移動中や作業中などいつでもどこでも読書ができて、オフライン再生も可能です。読む速度も 0.1 倍速単位で変更できるので、めちゃくちゃ使い勝手が良くておすすめです。私は最近ゲームをやりながら Amazon Audible で朗読音声を流しています。ただ料金が少し高くて月額1500円もします。高すぎると思った人もいるかもしれません。しかし Amazon Audible では1ヶ月の無料体験を実施しています。本来は月1500円のところが無料、しかも聞き放題というわけで、ぜひ一度試してみてください。もし無料期間で退会する場合は退会手続きを忘れずに、詳細はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。